いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回から数回に分けて横須賀港始発北九州の新門司港行き東京九州フェリーに乗船した記録をご覧いただきます。東京九州フェリーは2021年7月に運航開始された新しい長距離のフェリー航路です。所要時間は約21時間もかかりますが、広い船内で太平洋を眺めながらクルーズ気分を味わうことができます。それではどうぞごゆっくり大型フェリーのクルーズをお楽しみください。緊急電車に乗りまして横須賀港フェリーターミナル到着です。やっぱ大きいですね。すごく大きいです。瀬戸内海は航行できないぐらいの大きい船だと聞いています。今日はこの船ではないですね。今日はさらにこれより大きい船で行きますね。日本海用の船で行きます。私は一番奥84番、83はね82と向かい合わせなんですよ。84が1人なんです。ここも1人なんですけど窓がありません。私の部屋はやってここから私しか入らないスペースです。個室ですよ。窓があってで、ここは私の寝床です。上の方もおられますね。これ冗談ですね。冗談のお二人用と、そしてこれが一番端っこの下段、冗談がない広いタイプ、そして通常の下段。ここに小物入れがありますね。微妙に船の揺れに合わせて動いてます。
度は東京九州フェリーすずらんにご乗船いただき誠にありがとうございます。本船はただいま新門司港に向け横須賀港を出港いたしました。まもなくの時間をもちましてお車などを駐車されました車両後半は立ち入り制限区域となります。下船まで立ち入ることはできませんのであらかじめご了承ください。また本船は高速船のため郊外へ出ますと船体に強い風を受けます。そのため航海中は左右のデッキには出られません。航海風景は5階プロムナードまたは後方オープンデッキよりご覧ください。につきましてご案内申し上げます。ツーリストドライバー室およびパブリックスペースは一部の照明を除き24時30分午前0時30分をもちまして消灯いたします。貴重品は身につけてお休みください。案内所ではお客様の貴重品を明日の入港までお預かりいたします。ただいまご利用いただいております4階売店は消灯と同時に終了いたします。また6階男女浴室は25時30分午前1時30分をもちまして本日のご利用を終了いたします。消灯後は話し声、足音など周りのお客様のご迷惑にならぬようお願いいたします。なお消灯後も案内所には係の者がおりますのでご用の方はご遠慮なくお申し付けください。マグロ山かけちっちゃ。お酒の細かい種類ですね。この地図は船の方向を向いてますね。なので今南の方向を向いてると。自販機コーナーなんですが一つだけ残念だったこと、私は二次会中杯か飲みたかったんですけど、自販機は全てビールです。お酒はビールしかない。発泡酒とビールしかない。なので売店が空いてる時間でないとビール以外のものが買えないということになります。ここだけは注意ですね。の塩山様、お伝えごとがございます。恐れ入りますが、4階案内所までお越しください。カップ麺は230円。給湯器やっぱりちょっとは高いんですね。20〜30円は高いかなというレベルです。あとアイスクリームを含めて良心的な価格設定、街の中とほとんど変わらないですね。